はい、こんにちは。今日は、とある方と対談を送っていきたいと思います。では早速ですけども、先生、名前の方、はい、お名前というか自己紹介お願いしていいですか。はい、仙台の方で生体治療院を一人でやっております、はい、三戸部と申します。はい、ありがとうございます。はい、普通の自己紹介ですね前もそんな気がしますけどもそうですね。で、先生はね、今日なんで動画出てもらってるかと言いますと、はい、僕は6月から開始している人に治療院メソッドに参加、していただいてて、まあ、成果を、最初掲げた目標を達成されたので、はい、今回こうやって出てもらってるんですけども、で、まあ、人に治療院メソッドを振る前に、はい、まあ、どんな状況でしたか。11月で、開業されたんですよね。そうですね。で、6月に入塾されたんですけど、5月くらいまではどんな感じで過ごされてたんですか。はい、最初の3ヶ月は本当に苦しくて、うん、まあ金額出たら100万円もいかない感じで、3月ぐらいからちょっと伸びてきて、はいはいはい、その塾に入るまではもう停滞している状態で、このままいくとまあまずいなというので、はい、まあ、言える範囲でいいですけども、具体的に入る前でどれぐらいの売り上げだったんですか。はい、150、行ったり来たりという感じですね。はい、今そんな状況で、はい、ちょっと自分一人では厳しいかなみたいな。そうですね。はい、で、その時で厳しいって言っても、どう厳しかったんですか。まだこういうふうに変えたらいけんちゃうかなとかってなかったんですか。まあ、長谷先生の DVD を、まあ、はい、以前購入させてもらって、うんうん、もう基準がもうすごく上がってたんですよ。はい、自分自身に求める基準が上がってたんで、はい、それに全然到達しない半分ぐらいだったんで、うんうん、いや、ここはもう変えないといけないなと思って、で、まあ、そういう形で、申し込みされて、まあ、はい、まずね、結果をね、ちょっとお伺いしたいと思うんですけども、はい、6月に申し込まれて、今、9月の末ですけども、はいはい、実際参加されて、現在どうなりましたか。参加して、うん、まあ、倍ぐらいですかね。うん、倍はちょっと上回るぐらいとか。最初目標、いくら目標でしたっけ。最初、とりあえず1ヶ月で1人で300万という目標を、うん、したんですけど、じゃあもう今月それを無事やってたんですか。はい、遠いですね。気持ち悪いですね。気持ち悪いですね。気持ち悪いって、まだ開業して1年経ってないのに行くっていうのがね。そうなんですね。ね、はい、きっとこの動画見てる人から、殺したろうかなと思われてると思いますけども。で、まあね、そうやって、まあ、来る前も150万ぐらい来て、はい、6、7、8、9、3、4ヶ月じゃないですか。はい、まあ、一気に2倍になってるわけですけども、はい、先生の中で来る前と来てからってどんな部分で何が変わったとかってありますか。行動量がやっぱり変わりましたね。毎日のやることのリストを全部書き出して、うんうん、それを忠実に、眠かろうが、うんうん、体調が関係なく、はいはいはい、テンションも関係なく必ずそれをやり遂げて、うんうん、で寝る、うんうん、で次の日は何時に起きて、はい、それをやる、うん、出勤、それでから出勤する、うんうん、細分化して、言われたことを忠実にやるだけですよ、ね。なるほど。まあ、やるっていうことですけども、そのやるのがね、なかなかできなかったりするかと思うんですけども、はい、先生から見てて、はい、まあ、一人治療家さんに大体100万を目指すとかがね、よく一般的に言われますけど、はいはい、先生も300到達してるじゃないですか。はい、その100万到達しない人だって、なんで到達しないと思いますか。100万いかない人は、ね、やってないですよね。絶対やってないです。うん、でこんだけなんかこうやるべきことを教えてくれるのに、あんまりいかないと多分やってないと思うんですね。なんでやれないんですかね、その人だって。目標設定がちょっと緩かったり、うん、動機づけが少なかったり、それくらいですかね。ね、感じですか。そうですね。先生、その入る前っていうのはそういう行動を細分化してとかってやってなかったんですか。まあ、やってないですね。何やったらいいかわかんないんですけど、説明書というか、そこに行くための手順が全然わかんなかったので、手順を聞いて、忠実にやれるっていうのを聞いたら、なんかやれましたね。やれました。はい、なるほど、そんな感じなんですね。で、まあ、今ね、一人治療院メソッド先生を参加していただいてるんですけども、はい、一人治療院メソッドってこう、先生にとってどんな場所ですか。そう、まあ、月1回なんですけど、うん、その来た時にどんどん自分の基準値を上げてくれていって、うんうん、やっぱ300万いっても300万で全然
満足できないですね、次の恐怖とか来月どうしようとかそういうのがあるんで、そういうのもまた次の課題がどんどん出てくるんで、そういうのも毎回もらえるんで、すごくどん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 刺激が入ってくるんで、現状では満足できないので、いい刺激になってまた次変える感じですね。いい危機感ですね。はい、はい、じゃあ、最後にですね、はい、この一人治療メソッドはどんな人におすすめですか？はい、そうですね、こう売上がまあ停滞してしまっている人とか、100万円とかでもっと上げたいのにどうしたらいいのか、やり方が分かんない人とか、100万円にもいかない人とかやっぱり多いと思うんですね。そういう人にぜひ、こんな人、普通の人とかでも300万円とかいけるんだっていうのをやっぱ知ってもらえてですね。その先生は普通の人だったんですか？そうですね。なるほど、まあ、僕めっちゃ普通の人ですけども、はい、あと一個だけ聞きたいんですけど、はい、これもこの動画と全く関係なくて、僕は個人的に聞きたいんですけど、はい、先生、あの前川勝ってどんな人間ですか？どんなイメージを持ってくれてます今、まあ、付き合うまではいろんなイメージだったと思いますけども、はい、割とお付き合いさせてもらってから、はい、こいつってこんなやつやなみたいな、なんかイメージってありますか？そうですね、動画とかだとちょっと怖い人なのかなっていう感じがあるかもしれないですけど、全然そのことなくて、もうなんか会ってみたらすごい優しくて、だから患者さん来てるんだなっていう感じがします。ってことは動画だけだったら冷たいんですね。なんか厳しいこと言われるんですけど、それだけじゃないから、やっぱり患者さん引きつけるものを持ってたり、そのやり方を持ってるんで、来た方がいいと思って。結構優しさを感じてますか？優しさを感じてますね。分かってるのであれば、そんな感じで、まあ、メソッドの宣伝なんか、僕の宣伝なんかはちょっと分からないですけども、そういう形で、成果を出してくれている、先生と対談を送っていきました。もしね、現状でちょっとつまずいている人がいたら、またご連絡いただけたらなと思います。では、そんな感じで帰りたいと思います。さよなら。こんにちは。一人治療院集客の専門家、前川正治です。いつも私のチャンネルをご覧いただき、本当にありがとうございます。私は日々、治療院経営に関する有益な情報を発信しています。治療院経営をしていらっしゃる方で、集客に関する悩みがある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画をスマートフォンで見ていらっしゃる方は、動画下の赤いチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。また、一人治療院の方にとても有益な経営ノウハウが散りばめられた一人治療院集客プログラムというメルマガを無料で公開しております。手軽に読むことができますので、興味のございます方は動画下の説明欄にある URL からご確認ください。以上、一人治療科の集客の専門家、前川勝でした。ではまた。